フォーカス M 実況の楠原優です。そして解説は一津井真也が務めます。一津井プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M6 回戦統廃の開始です。さあ、サードシーズン6回戦の対局が開始となりました。トン1局、チーチャから藤崎、なんちゃに今野、シャーチャに藤島、そしてペーチャに森下の並びで6回戦が開始となりました。ドラはパーピン、こちらは親番藤崎のハイパイです。フォーカス M は一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール80分プラス1局の時間打ち切りの対局となっています。さあ一津さん、5回戦が終わって5回戦は森下が前回に引き続きの2連勝と快勝です、ね、はい、スタートとなりました。さあ藤島が1つ目の仕掛けを入れたが赤ドラドラの形、そうですね、はい、もうちょっと気分切り替えて、まずこれ上がったらこの反射全然さっきの引きずらずに打てるでしょうね、はい、打点十分、やる気十分の手配か。そしてそれがそのこちらの手配ですね。その仕掛けを受けて森下はこちらトンが統一となっています。赤ウアンも1枚ある形、藤崎親番中全順赤ウピンを引きました。このはどうだ、白が統一、藤崎さんが、はい、この赤ウピンで引いてやっぱ赤があるんでもう上がり優先して一通をあっさり見限りません、ね、はい、想像が135689の形だったんですよね、はい、形を決めていった今野、そして満願手が見える藤島です。いいシャンテン、トンが統一、初も紡ぎっていうか赤ピンは手の内に残していきます。さあさらにメンツができた、いいシャンテンとなったのはなんちゃの今野です。白のポンテンも取れる形、そして天牌が入った9万とパーピンのシャンポン待ち、藤島役配を仕掛けています。9万が1枚いるんですが、はい、唯一使えるところに今入っちゃったんですよね。ああ、なるほど。さあここに来たのはローマンの方、これは統一の形を決めていきたいか、ローマンを手の内から切り出していきます。さあ今度の惜しい白も山に1枚残り、ドラのパーピンはこちらの藤崎の手に1枚あります。今野さんもドラはいっちゃいそうですね。あ、この白が打ち出された、これで今野にも天牌が入る、白のポンでリャンウソ待ち、森下ペイとトンが統一、ドラがここに来た、これは一応ローピンとつながる形とところで、これは統一に決めましたか。急走を切り出していきました。切り出せないですね、はい、上がったのは今野です。両走を引いて300500、白の上がり、上がって自身の親番を迎えます。さあトン2局、ドラはチーマンです。第1打は急走から親の今野、そして藤島も形がすごくよく見えましたね。赤ウピンもありました。そして森下、こちらも悪くないソーズの形が連続系、赤ウソも1枚ありました。藤崎はちょっと端牌も多い形となっています。さあさらに数層が重なった藤島、藤崎さんだけ厳しいですねそうですね、ちょっとまあ様子を見ながらとこれぐらいの方がやりやすいですか、はい、逆に諦めもつくっていうと言い方がちょっと変ですけど、その過度に期待せずに局を過ごすことができるというところでしょうか。パーマン重なった、そして森下どうだ、初も重なった、ああもう、これはもう意思表示ともいえるウーアン切りでマンズの両面を先に外していきました。ソーズの本一一直線か、ペイと初が統一、将来的にドラの色だと危険度高いし、はい、先にマンズから外して、しかもウーマンスーマンと手の内から外して見せていきましたね。好調の森下さんがここでこう落としてきて、まあ、絶対上がりに向かってきてるだろうし、はい、なると、まあ、意識せざるを得ないですよね。フェンハーツも両方1枚切れなんで多分仕掛けていくんじゃないですかね、はい、出力もある。さあここでハーツから仕掛けを入れました森下。これでいいシャンテン、本一赤も1枚ある形です。さあ統一戦に向かっていた藤崎ですが両双がんこになりました。さあ森下何を引いてくる。さらにソーズ、そして形が良くなってきた。今度は親番中。さあ仕掛けてからなかなか想像を引いてこない。リャンワン重ねてチートイツのいいシャンテンではありますがリャンソーのあんこは残しておきます。スワンコのリャンシャンテンですからね。はい、リャンマン3万パーマン、そしてトンですか。リャンマン打たれた。そしてつもぎりパーソー、いいピンがんこになった。こちらは天杯即リーチは換算万杯待ち三あんこなどの手代わりもありましたが親の子の積極的にリーチ。でもそうですね、これでいけないですね。はい、はい、まだ一部いいシャンテンです、はい、森下ちょっといきづらい形となったか。さあ換算万ですがこちら藤崎の手に2枚ありましたね。そして藤島の手にも1枚、山には1枚残りとなっています。やはり即リーチもこのルールならではと。あ、パピンいましたね。はい、打点も見えるな。はい、これでトイトイの目も出てきたというところ。トイトイの目に行っても羽も回りますし、ね、はい、一発赤裏ドラがある M リーグルールでの対局です。藤島さんドラも行くんじゃないですかね。もうこんな数番気持ちよく入ったら、はい、そうですね、入ってもいきそうですね。レアウンス入った時だけ甘露あん玉などですかね。はい、ドラ表示杯のローマンがネックか。さあ今度の先制リーチは換算万。森下いいピンは前順手の内に残す選択としました。実際入り目の牌、これで天牌は関数層。西村さんもリャンピン行きましたね。はい、こちらも勝負手となっているなんちゃの藤島です。ウーマンか、急に行く気がマンズで2筋はいこちらも勝負手となってていますが藤島こちらもかなり高打点見える形。3万は当たり牌なんですよね。選択は現物の3ピンを選択。ここはもうちょっと一歩引いて。そうですね、はい、前の半ちゃんもこれで刺さってましたし、はい、戦線から一歩後退といったところなんちゃん藤島嘘怖い嘘実際森下ポンもできる牌でしたからね。そうですね、ただ嘘をポンして数層で打ったらひどいんで、はい、まあ天敗維持でこのままと、ね、これでいい層は現物間違いはしませんでした。自分で通した牌ですね。はい、関数層待ち森下、そして関三番待ちは今野です。ドラが重なったが前順に3ピンを切って、これはもうソーズのターツを外している。しかしここで森下に上がりがありました。はい、初本一赤は8000点の上がり、藤島にとっては痛い報酬となってしまったか。そうはちょっと、はい、ただ親に完全にそうですね、ゲームズもらった辛いですね、はい、森田マンズも切りづらい、ピンズも切りづらいと。チートイを残してればギリギリなんとか、はい、統一を残すかどうかの選択がありましたか。さあこれでトン3局となりました。親番は変わって藤島、そして全局嬉しい満願の上がりは森下です。 33,700点持ち、ドラは数ピン、ドラの数ピンが統一は藤崎、そして赤ウピン1枚ありますね。親番の藤島です。さあそれぞれに手形は整ってきている。赤ウーワンを引いてマンズの形がつながりました。ドラの数ピンが統一なので、切り出す牌もちょっと難しい選択となりました。難しいですね。はい、形打点ともに十分な手ではありますが、マンズで一メンツ、できればドラドラ生かして上がりたいですもんね。さあこれで、ここは3走を切ってのいいシャンテン。でも3走ですね。はい。手広さと打点を残した選択と。はい。さあそして今度はこちらの手配です。これでドラの受け入れができました。そして藤島も形は悪くないいいシャンテンまで来ています。打点で注目はやはり藤崎か。はい。そうですね。ここで統一の数層、藤崎さんが3番引いたらどうするか見てみたいですね。はい。これ普段なら悩まないんですが。はい。ここは、ね、ソースの両面を外した自身にとってはダブトン。そうですね。はい。2つの選択もちょっと難しい局面でした。ただ赤が1枚あるんで、仕掛けてドラの方引いたら1万2000点なんで。はい。ダブトン生かして上がりたい。見せましたね。両面落とし。ソーズの両面ターツ外しを見せていた。重ねたのは統一のいいシャンテンになるので、統一を残していくかとなると、こちらは数万切り連敗が入らない。いい形のいいシャンテンから。そうですね。そして地位統一のいいシャンテンとなった。これは思い通りにウーマンツも。とりあえず一旦ローソー短期ですか。はい。選択はローソー短期とします。ウーソーが一枚切れです。あんまり良くはない。はい。ダマなんですね。はい。闇天に構えた藤崎サブローママチャピンフ赤ドラマチ、そのドラの数ピンを仕掛けていきました今野。面ピンドラ1になるんだったら。はい。勝負手じゃない形のテンパイならダマですかね。一発裏ドラ赤ドラのあるルール。いいシャンテンは今野です。ドラの数ピンを地位しています。しかし藤島のトンも山に奥深いですね。仕掛けて天敗といきたいところでした。そしてローソー短期の天敗は森下です。地位統一の。これで天牌が入る。完治ピンは3色もつく形。タンヤを3色、ドラ1の天牌は完治ピン。しかしチーピンはここに統一でありますか。さあ町五郎牌を探して、ローソーよりはソーズが良さそうにも見えるんですよね。ソーズが場には安い色となっています。今野さんの仕掛け9ピンはション牌にも切りやすい。今野さんがピンズにも見えるんですね。これここでダブトンがポンできた。そうですね。数ピンの両面地位から捨て牌にピンズがない形にはなっている。スッチーピン頭跳ねされたら今日帰りたい。そうですね。もう今日は藤島辛いことばかりが起こる。いった両ピンもいった。行きづらい牌ではありましたが9ピン、こちらは切り出していくサブローマン待ち。さあここに9ピンが来たぞ。9万が来たぞ。親番の藤島、こちらスーチーピンの天牌ダブトンをポンしています。ここに来たスーピン、これは強制的にドラ短期、しかしここはローソーもスーピンも切り出さない選択を取りました。ローソーはちょっと切りづらいという理由もありましたか。ローソー残しの選択、ダブルメンツ落としの時さあこれは完全だけですよね。トンを加冠した。これでカンドラが増えます。3万。これで地位統一ドラドラになりましたが、前順白の統一落としをしている森下。でもドラ短期になったら上がりがなさそうなんで、ここにローソーが来た。これが打ち出される。ローソーが通った数万。今野の町はカンチーピン、藤島の町はスーチーピン、そして藤崎の町はサブローマンとなっています。トンを加冠しているのは藤島です。しかしつも上がりしたのは今野でした。タンヤを3色、ドラ1、1000、2000の上がり。虎を仕掛けたコンマが上がるまで。そして6回戦は早くもドン4局となりました。親番迎えたのは森下です。虎は吐く。今の手もう楽勝かと思ったら、はい、そうですね。上がれなかったですね。天敗一旦外して再び天敗でしたが、闇天に構えても上がれずと。そうですね。はい。闇天上がれずが続いてますね。はい、そうですね。さあこちらペイを重ねたのはペイちゃんの藤島です。虎は白。これは嬉しい。はい、カンちゃんの角森下、ここはトンを切り出していく。そしてシャーチャのコンの。ここはいいピンを引いてトンを切り出していきます。虎の白が1枚あるのは藤崎。そしてマンズの横伸び、これでシャーも切っていく。ペイ自風をあんこにした藤島です。嘘。さあここまでは。全局上がった戦2戦、このシャーチャです。そして親番はトップ目の森下。森下が5回ですからね。そうですね。やっぱりこうやって問いと落としやラメを積極的に見せてって、はい、校長の俺が落としてきてるぞと、はい、あまりプレッシャーはすごいですね。場を支配するようなそんな切り出しと。そうですね。なっている。それを嫌顔でも各社注目していくところか。実際本当に自分が乗り始めた時のこの戦い方が本当に森下さんはうまいですね。はい。今日の攻め最終形の光景を残しましたね。はい、まずの形を残した選択としました。三面ちゃん。はい。でリーチをかけたい。三面ちゃんでリーチをかけたい。三面ちゃんと五面ちゃんでもいいですか。はい、五面ちゃんでもいいですね。さあここではい天敗を入れて親の森下の先制リーチはサブロッキューピン待ち。リーチ単ヤオの手配です。このなんと一つからの、はい、いけないですね。そうですね。藤島も本一に向かっていたところでした。これでメンツができていいし、天敗だ、ごめんなさい。天敗なんですけども、はい、勝負でも降りるのも一応それかパーソー、はい、パーソー親のリーチ、天敗になったらローソー勝負になる、はい、サブロッキューピン待ち強いかドラの白が普通に枚数数えても強いですね。はい、町の種類だけではなく、はい、実際に十分に山に残っている親のリーチ。藤崎はやはり厳しいか。そして今度これで赤を引いてのミスチーソー振り点ですか。1でリーチをいくかいか、はい、あリーチですね。はい、ここは勝負にいった。町はスッチーマン町で、今野の追いかけリーチはリーチ赤。やっぱり赤ってだけで、はい、打点のちゃんと追っかける後押しもね。はい、一気にやる気にちょっとなりますか。そうですね。はい。赤ドラが3枚入っています。怖いですけどね。はい、2件リーチを受けた藤崎の手配。ただ。G1 の方が強い。はい。3万これは先にこうって思いますけど、はい、ただ多分スッチ1の方が強いですね。はい。なんと延べ単待ちではありますが、4対4。現状枚数ではまあ五分ですかね。はい、そうですね。あ、そしてツモ上がりとなりました。軍配は今野に上がった。リーチツモ赤1000、2000。よく行きます。はい、親リーチに果敢に向かっていきました。今度上がりを決めます。気持ちいい親番の三面ちゃんリーチが、はい、そうですね。これなんで、まあ森下としては感触いまいちと。そうですね。点数的にもリードもなくなったんで、はい、まあそこまでさ気持ちよくは打てないですね。はい、先ほどまでと少し気分を変えてと。このさんがどんどん乗ってきますね。はい、難入となりました。6回戦親番迎えたのは藤崎です。ドラは両品、こちらの統一は森下ドラドラ、パースを重ねたのは藤崎です。藤崎さん、この半ちゃんなんかしんどいですね。しんどいですね。そして同じくしんどいか藤島、でも夢があります。あんこになった。さあ、ローマンの縦重なりの藤崎は統一が多くなってきた。ドラの白、ドラの白、ドラの両ピン、両ピンですね、ドラ。はい。森下さん、本当世輩で積極的にバーにちょっかいかけてきますね。はい、ちょっかいかけていきますね。おっと、これは、お、なるほど。ここは横にくっついた時に強いですからね。はい。4枚持ちで緩和せずに手の内に残していく。手の内はマンズが目立ってきた藤島。こちらの手配。これちょっと待って、缶して両ピンでもいいですからね。はい。あ、その選択ですね。ここで缶を入れた赤魚は見えるところに入れて暗缶藤島、缶ドラは言いそうになります。これでドラが両ピンと言いそうです。両ピンが今統一で持ってましたね。はい、統一であるのははい、そうですね。さらにちょっとやる気になりましたね。弊社の森下がかなりやる気になったか。まあでもこの乱戦にしてもぶつけた方が。ちょっと藤島さんにはちょっと転機になるかもしれないですね。はい。おそらくここまで今日まだ上がりないですからね。さあ、いいシャンテンとなっている。それにマンズ両面系となったのは森下。そして藤崎はこれで統一のいいシャンテン、いつの間にか追いついてましたね。はい、そうなんです。統一と思っていました。数万と初と言いそう。しかもこれなんかテンパったらドラ短期玉地獄待ちだけどまたしても忍者の待ち伏せが光るかとところ。さあ、数ピンさあ、ちょっとテロップが間違っていますが、ドラは両ピンと言いそうです。ここにドラがあんこになった。そうなんですね。はい、みんなドラの白切り出すなと思ったら、僕も騙されてました。そうなんです。すみません、両ピンでした。そうなんです。おもドラは両ピンとなっています。缶ドラが言いそうです。ということは、ここにドラが来た。森下さんは全然ちょっかいを出してなかったんですね。そうなんです。実は。申し訳ないです。はい。ドラは両ピンでした。すごいな、あのリャンシャン店からもうドラ切り出してくんだ。道がそうですね全然曲を見るのが変わってきますね。さあ、ここにウーピンが来た。これを打ち出されない形、これでいけないですかね。そしてハツが、藤崎の手配に1枚ですか。さあ、これドラさんの森下選択ではありますが、トンを嫌な感じで、トンも嫌な感じと切り出していく。はい。ナンパに入って。おお、天杯、ここで初が打ち出されて、地獄待ちのドラ短期。またしても闇夜で待ち伏せ。そして天杯が入りました。藤島はウーワンワン缶、そして初をポンして両ピン待ちの天杯です。さあ、缶ドラ短期は地獄待ち。誰も持ってないんですよね。そうですね。はい。地獄待ちの言いそう。さあ、インシャンテンのドラさんが続いているのは森下です。はい。ただ仕掛けを入れたことにより藤島もちょっと言いそう切り出していっちゃうかもしれないですか？いや、行きますよね、絶対に。はい、赤も含めて手配にあります。全員ドラ、全員というか降りてる近藤さん以外ドラ行きそうです。はい。ドラがいらない手配となっている。さあ、さらにドラさんのいいシャンテンでちょっと切りづらい牌ばかり持ってくるところ。はい。ただ自分の手は超勝負手ですからね。そうなんですよね。こちらもドランコ。パーピンがもう一。ああ、両ピンが先に来た。これは藤崎、これは藤島への報酬となりました。連続しての闇点でしたが、ここで上がったのは藤島です。初赤が1枚2600点上がり。さあ、これでちょっと闇点が不発に終わることが多いですか、今日は。多いです。藤崎、はい。藤島さんやっと初上がりです、はい、これでちょっと一息といったところ、まだまだ親番も残っています。難2局となりましたドラワトン、親番は今野、現在34,100点持ち、現在この半チャンでトップ目に立っています。その手配がこちら、これでマンズが両面形になりました。ドラドラ、はい、トンを重ねた、これはドラのトン、はい、この1枚のつもりでだいぶ変わりますもんね。そうですね、はい。しかし上のこの前順効いたパーマン、そしてさらに赤ウーピン、はい、打点が上がっていくつも、チーソからもう、はい、そうですね、もう短期待ちを意識しての選択、急走場に1枚切れ、仕掛け始めの範囲が難しいですからね結局、はい、風のトンペイと統一ではありますが、G 統一のイーシャンテン、失敗したくない。さあカンチースを引いた、はい、手の内に自敗を残しながらカンウソウ、そしてカンチーソウの選択はパーソギリ、カンウソウ闇点に構えました。あれでチーピン、これでもああそうですね、待ち牌の選択がかなり人によって個性が出そうなところではありますが、そうですね、はい、もともとは貫禄ピンでも嬉しいからと思ったんですけども、はい、メンツ手の含みは残しませんでしたか。あ、でもトンガン5ですもんね、はい、形を先に決めたといったところでしょうか。ドランコになっている。さあカンソ、ここで一旦外す、はい、一旦外してイーシャンテンに構え直します。こっち研いで待ちたい牌なんです。ああ決めますね、本当形順を残していく、かなり決めて選択しているのは藤島、あ、すごい単品3色イーシャンテンになってますね、藤崎さんが。かなり自敗が多くて、なんかちょっと、はい、他の選手にはスピード的に劣るかなと思っていた藤崎ですが、こちらイーシャンテンまで来ています。天杯を入れた時に闇手に構えるかも注目していきたいところ。さあ再び天杯は甘露庵、取って闇は役なし甘露庵。さあここにドラのトンが来た、ね、はい、さあ引けるか。でアンソーアンコ、こちらイーシャンテンが広くなりました。そしてチートイツドラドラ、引かない泣けない、はい、引かない泣けない、どちらでもいいのにというところですか、はい、一応イーシャンテンに構えておきますかね、はい、ローアンかチーワンどっちかを。難波ではありますがドラのトンが手の内に1枚あります森下、ここは先にチーマンの方を選択していきます。3ピンアンコになってリャンウアンへの変化はリーチといきました。親の今野のリーチはリャンウアン待ち、先制リーチです。それを受けてなんちゃの藤島の選択、白馬場に1枚切れ、ああここは一発目ドラのトンを、はい、切っていきました。アンコの配送して、理想的な、はいトン通してもらえたことによって、はい、そうですね、追いついてトンを切ってリーチャー、森下ウッパーピン待ちでの追いかけリーチ、ね、ああそしてこのウーピンが一発で当たりとなりました。リーチ一発単ヤオで森下が先に上がった5200点。これはこのトンの切り出しのタイミングもかなりポイントになりました。そうですね、まあただ、はい、あでもいや転敗してトンを勝負するかといったところでしたか。そう切れてなかったらどうしましたかね。親のリーチの一発目ですからね、はい、親にとっては100杯のトンでした。そして上がってトップ目の今野からの直撃、再びトップ目に返り咲いたのは森下です。現3ピン入ったペイチャの今野、そして親番は藤島となっています。ドラは E ピン。さあ藤崎、こちらにもドラの E ピンが1枚、赤ウソも1枚ある。今野は赤馬含みの手配、ドラがまた間違ってますかね。あ、本当だ、ドラがいいピンですね、大変失礼いたしました。一瞬僕がまたドラ切ったって言いそうになったんですね、はい、いいピンって言ってた、そういえば全局のドラを引きずりがちなはい、はい、失礼いたしました。今回のドラはいいピンになっています。これ下、はい、ピンズで一面つ。今度はどうだ、こちらも形かなり十分な形と言えるでしょう。藤島親番、ここは関梁荘から仕掛けていきました。ああ、梁荘がここに入っていた。まあこれこの後のスピードですからね。はい。馬風の難が仕掛けられる形。次のツモが。はい。何を引いてくるか。ローマンはツモ切り。これが三万とかな。ああ。変わらない。同じツモが続きます。二人ともローマンと引いています。藤島が関連層から仕掛けを入れています。はい、いいシャンテンとなっています。ここで老僧もポンできた。これで、後付けには取らずに、まあ、打点を見ての統一落としと。難が。はい。泣くと必要杯を。ああ、本当だ。森下に難が入っていた。しかしもうこの関連層を仕掛けた後ですと、老僧も仕掛けていきたいところ。藤島さ。難発、難連層と下茶の森下に流れている。安牌2枚とドラの3枚はいけないだろうっていう判断になりそうですね、はい、そうですね。天牌取らず一手狩り3色ですけど、はい、取れませんでしたね。取りませんでしたね。関3番の天牌は取らずの選択としました。ペイチャの今度です。これでマンズでメンツができました。ドラのいいピンは1枚。さあどうだ、さらにソーズを引いてきたが、切り出すのはいいそうか。トン、ここではトンを切っていきました。トンは場に1枚切れの牌でした。さあトン、これはちょっと痛いか。もう一つのいいシャンテンとなっています。関連装置、そして老僧ポンしてる親の藤島。さあこれで嬉しい数ピン引きはリーチといくサブロッキューピン待ち。この早キューピンが一発でここに来た。これは一発で打ち出される。上がったのは今野。リーチ一発、ピンフ一気通貫、ドラ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 赤、ドラ赤倍満赤裏ですね。はい、16000点の上がり。9ピン一発で持ってきた。これは高い宝珠となってしまった。これで今度再びトップ目に立ちます。親番迎えたのは森下です。6回戦は難4局早くもオーラスとなりました。ドラのチーマン1枚あるのは親の森下、そして藤崎、こちらは難茶です。9ピン2枚、そしてペン3番のターツを残して統一の3層をほぐすところからヤンシャンテンですからね、はい、で河野さんがなんかすごかった気が、はい、今一瞬通り過ぎましたけど、ソースがめっちゃいっぱいあったのが見えましたがそのあたりも見ていきたいところ。ただ今回の上がり条件、森下さんは上がりに行って、藤崎さん藤島さんは打点関係なくポイントを純粋に、はいはい、着順向上はかなり条件が限られるので、ひとまず自分のポイントを増やすところを考えると。ただまあもう実際こんな森下さんついてる日に親番いつまでもいらっしゃくないですから、はい、1000点でも上がりに行って十分だと思います、ね、はい、今野、藤崎、藤島と3人でこの親を流しに来るか、さらにチーソーを引いて一歩前進。今野の手が恐ろしいことになってきた、ね、はい、チーソーパスをポンしてもいいと思いますけどね、はい、これどうしよう。パーソーはポンしていきました。ね、はい、これは2枚目の牌。高いぞ。はい、チーズトイトイと。でも高く、展望状況的にどうなんですかね。はい。高く見えるのか見えないのか。そうですね。どちらもありそうではありますが。そうですね。はい。ドラマ G1 ですかね。わかんないですよね。チーズいいシャンテンですけどね、実際は。さあ親番は森下3万を重ねた。こちら。チーソーなんか引いたらえらいことになります、ね。はい。やばいですね。トイトイまでついてしまう。さあ何で天牌を入れるか。これでマンズがつながった形。ペイチャの藤島、ここで統一のいいピンを選択、打点アップ。懐が深いですね。はい、3層はどうする。これはチーして天牌を取りました。今度は両層とチー層のシャンポン待ち。3層チー点取るんですね。はい、3層は場に2枚目の牌でした。さあこれで森下も手配が進んできましたが、もうすでに今度には鎮逸の天杯が入っている。そしてつも上がり、あっという間の上がりとなりました。鎮逸と鎮逸、ごめんなさい、2000、4000のつも上がりで今度さらにポイントを伸ばして、このハンちゃんもトップで終了です。では着順からいきましょう。トップに今野、2着に森下、3位に藤崎、そして4位に藤島の並びで終了となりました。はい、以上の結果で本日5回戦6回戦が終了となります。それでは対局を終えた選手の皆様にお話を伺ってまいりたいと思います。少々お待ちください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼します。よろしくお願いします。はい、それでは対局を終えた選手のお二人にお話を伺ってまいりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまずは藤崎プロから本日3着3着という展開でしたが、はい、今日はかなり闇点が。そうですね、はい、なんかこう感触確かめるようなね、はい、打ち方にはなったんですけど、はい、まあね、なんか大概の人リーチするんだろうなみたいなところを闇点に構えてみたんですけど、はい、結局ね何も上がってないですもんね。1回しか上がってないからね。印象的なのは、ね、サブローマン待ちだとリャンウンソウ待ち、3色のリャンウンソウ待ちと、あと地獄短期のイーソー短期。地獄イーソー短期はやるんじゃないかなと思ってたんですけどっていうお話をしてたんですけれども、だからあれもさ、やっぱりもうダメなのがはっきり最後に分かっちゃう感じだもんね。天杯まで流派絞ってて、はい、ね、ウーピン重ねてテンパってんのにウーピン秀樹とこうしてるからもうだから結局あれですよね、連チャン率だけ高めるだけならもちろんね、流派短期にしてイーソー切ってリーチって言った方が多分ね、はい、連チャン率は高くなるんだろうけど、あんまり期待できないんでね、はい、なんで上がりを目指した結果1回も上がれなかったんで、1回しか上がってないんで、はい、まあいいことはないですけど、ただ僕よりめっちゃついてない人がいたんで、隣ですごい暗い表情で佇んでいらっしゃる、あまりひどい目には合わなかった。だってあれだけ手入ってさあんだけ上がれなかったら普通もっとひどい目に遭うじゃない、パターンとしては ね。いや、ただ防波堤になってくれた人がいたんでまあじゃあお話伺ってみましょうか。はい、進行ありがとうございます。はい、藤島プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日5回戦6回戦がサードシーズンのデビュー戦となりましたが、今日は4着4着との結果でしたが、対局を終えていかがでしたか？いや、まあ5着それ言わないでください。いました、過去に2回やって2回とも飛んだ選手いました。そうですね、いましたかね。多分いないです。2打差いても2飛びはいないですよね。そうですね、2飛びは多分データでもないかなというところですが、そうですね、まあまあどうですか、まあね、今日最初だったんですけど、ちょっとその最初だったからってわけじゃないですけど、まずもう入りが悪すぎますよね。親の森下さんのリーチ受けて、はい、役割でその一発目にこう赤ウピンが出てるのに動かずみたいな、はい、で受け駒いっぱいあるのにサボりから入ってるんですよね、いきなり。でまあ形は良くなったんですけど、すぐ6000折引かれて。動いてればどうなってるか分かんないですけど、多分すぐ折れちゃうかもしれないにしても、サボってますよね。でそんなこんなでちょっとそういう入りから入っちゃったんで、ちょっとこう軽めにいけなくなっちゃうわけですよね。はい、それでどんどんこう悪循環になっちゃって、でまあそうですね、2回戦でも放り打ちがあり、それで状況悪くなってから親で頑張ったら一発補充出しとか、まあまあ下手でした。うん、本当に今ついてないって藤崎さんに言ってもらったんですけど、能力で負けてます今日は。本当に多分やることもやってないし、まあまあ終盤にも甘いし、何もいいとこなかったです。本当にちょっと反省してます。暗くなっちゃう。いやでもあれです。藤崎さんの、はい、風杯の通風炉、はい、数番合わせてたら少数四天杯が入ってたんですけど。まあでも素直に合わせず。なんか藤島君のとこ行っちゃうから出てこないでしょ。いや、森下さんのところに行ったのかな。だって慎太郎に行ったから地位が入るってことだよね。あ、地位が入ると。ってことはこう一個ずれるから藤島君に行くと思うんで。仕掛けが入っていればさらにというところですか。数万切るかというところでしたが。はいはいはい。はい、まあちょっとだからもちろん藤崎さんの動きは気になっていたんですけど、はい、まあ一応まあそういう手と、まああとは一応マンズで受けようっていうのは決めたんで、まあ一応だからなんだ6万が確か浮いてる状況で数万持ってきてどうするかみたいな、はい、まあまあ本当は状況的にはねカウンワンでもリーチ打ちたいんですけど、やっぱり怖すぎたっていうのがあって、はい、まあでも両面変わったんで、まあ安全な牌打てるんでリーチ行きましたけどね、はい、まあ曲ぐらいじゃないですか、この麻雀してたちゃんと麻雀できた曲っていうのは。はいはい、一つプロ印象に残った曲ありましたか？印象に残った曲、はい、まあそうですね、今日みんな実は結構手が入ってたんでっていう、なんかまあハイパイとか藤崎さんつらい中気づいたら追いついてる、なんか頭入って「おお!」って言ったところから上がれないとかだったんで、まあ最後の結果のところかなとは思います。うん、なんかねどうすればいいのかよくわかんない。まあリャンウソはだいたいいつものパターンで闇点張って、はい、まあ早かったじゃないですか。闇点張ってまあ嘘積もっちゃったらしょうがないけど、嘘出たらちょっとね見逃してつもぎりリーチに行くっていうのが、まあ一発裏取られてよくある手順だとは思うんで、それやろうとは思ってたんですけどね。ただ出てきすらしなかったというか。赤ウソとかもまだ可能性があるんですよ。はい、うんで。だからただああいう曲もねわかんないですけど、今主流でパーソーポンして1回1500上がってちょっとね、はい、300点差だったんで今のプロと差をつけて、うん、っていうのもあるのかなと思ってたら、たまたまうまくね数層についてくれてで単品3色になってくれたんで、うん、やっぱ俺は泣いちゃダメだなと思ってたらね上がれないんだよね。泣いてればリャンオペはいっぱいあったもんね、多分。はい、そうですねとは思ったんですけど、まあただね泣いて1500上がったからって次の曲慎太郎に上がられたりすれば一緒なので、はい、まあそこはいいんですけどね、はい、ペアンコの曲とかもどうしていいんだか分からなかったんでね。なんかね9万の地そうリーチ入ってまあ一発のタイミングで9万出て一応 C 点は取ったんですけど、あれもね数万と馬の並びシャンポーとかだったんで。でゆいちゃん上がったのもウーマンとローマンの並びシャンプーとかで、まあなんかね手応えある感じにはならなかったんで、はい、本当に藤島さんのおかげでね僕はちょっと助かってます。はい、それでは気になる本日の結果ご覧ください。全然気になりませんけど吐き捨てるようにさあこちらの結果となります。藤崎プロが3着は−39.4 ポイント、はい、そして藤島プロは4着で−128.3 ポイントからのスタートとなりました。あれも6回ぐらい打ってるの？あれ。128.3 ポイントですか？今日が初めて。言ったじゃないですか。はい、ありがとうございます。それでは本日初日を迎えましたお二人フォーカス・ゲームについての意気込みですが、藤崎プロはまだ初登板が控えてるんですよね。はい、そうですね。はい。視聴者の方も楽しみにしていらっしゃると思いますので、はい、そちらへの意気込みも合わせてお願いいたします。まずは藤崎プロから。はい、そうですね。まあまあフォーカス M の方はプラスで終わったことがまだ一度もないんですけど、まあただね、やっぱM リーグの方の調整も兼ねていろんなことを試してみようと思ってやってる期間が長いですから、はい、まあ言い訳してもしょうがないですけど、はい、ただMリーグの方をきっちり成績で残せればいいかなと思ってますので、はい、まあ初登板でね1回でなんとかなるもんではないでしょうけど、はい、まあ最終的にねチームの優勝に貢献できるような何かを残せればいいと思いますので、ぜひ応援してください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いては藤島プロ、お願いいたします。はい、そうですね、今日からサードシーズン出させてもらってるんですけど、一応3月ぐらいまであるらしいんで、最初ダメでしたけど一生懸命まずはプラスを目指そうと思います。今日みたいな内容だとちょっと稽古相手としてもちょっとこうお前来んなみたいになっちゃうんでバッティングピッチャーとしてそうですね、ちゃんと勝ち目指してやりますんで、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。マイナス10とかいかないように。このペースだとまずいですね。はい、気をつけます。はい、ちなみに今日藤島プロは解説がこの後あるんですよね。はい。そうですね。夕方から女流岡の A リーグ6節 C 卓の模様をお届けいたします。対局者は二階堂脇、竹石絵里、中山七海、そして稲岡美香、ごめんなさい。稲岡美香の藤だから。藤二人だから。解説が藤島健次郎プロ、そして実況が小笠原直プロで、本日17時からの放送になりますので、そちら皆様ぜひご覧ください。それでは本日お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと。よいしょっと。はい、お疲れ様でした。それでは本日対局を終えたお二人の選手にお話を伺ってまいりたいと思います。今野プロ、森下プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではまずは今野プロからお話を伺ってまいりたいと思います。はい、本日は2着トップの成績となりましたが、今日開局と始まりサードシーズンの初エントリーの日でしたが、いかがでしたか？うん、良かったんじゃないですか。笑っちゃってるじゃないですか。はい、良かったんじゃないですかね。はい、サブローキューピーの倍満のところの。あれは、藤島さんがね、直前3万打ってて。はい、おかしいじゃないですか、あそこで打つ3万って、だから本一に移行して。まあ、パンパイ持ってんだろうなと、で、まあ、統一落としかな、ターツ落としかなと思って、統一落としだったら換算なんで、はい、ジャストミートですけど、ターツ落としだと空ぶっちも2枚切れなんでね、はい、どっちかなと思って、ターツ落としと思って外しに行ったらすぐ打たれて統一の方かいと、はい、したら一通にしてやれと、はい、一通になったんでね、はい、よかったんじゃないですか。よかったんじゃないですかと、はい、裏も乗って倍満の上がりと。そうですね、はいなりましたね。うん、はい、一つプロご覧になって気になるところなどございましたか？いや、まあ勝負どころ制したんで、最後の三蔵チームをどうするかなと思ったんですけど、うん、素直に言ったら即結果出たんで悩まなかったですね。もういや藤崎さんなんで、はい、もうあれ以上出てこないんで。あ、なるほど。これね、数走にくっついてもね、結局三度待ちになっちゃったらそんな強くないし、チーズはそんな悪いと思ってなかったんで、はい、パーソ全部見えてたし、はいはい、なんで動いてみました。早々に手の形決めてという選択でありましたね。はい、はい、ありがとうございます。続いては森下プロ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。フォーカス M、今日が2日目となりましたが、はい、前回に引き続き今回トップ、前回トップで終了して今回もトップと。スタートとでトップ2着との成績となりました。対局終えていかがでしたか？いや、調子今日も良かったんで、今日はでも連勝しないといけなかったなと思ってます。だから今野さんが倍満上がった局なんですけど、はい、今野さんが来てるのが分かってたんで、一つ役配をもう自分やめたんですけどね。はい、そうですね。役配2杯とドラのいいピンが向いてた形ですね。なんでやめたんですけど、今野さんが出てくるっていうことは、まあ、藤島さんが4着目だったんで、今野さんを止めるためにも一つ瞬間に役配を下ろしてもよかったかなと。なんが確か。はい、そうですね。まあどっちかは流れそうですからね。はい。まあ、そこが公開ぐらいで、あとはまあ内容はまあ1回戦もちょっと親でK点取った曲が、はい、ありましたね。まあトイトイはトイトイだと思ってたんですけど、本日トイトイだと思ってなかったんで、まあちょっと変になっちゃったかなっていうぐらいですね。まああとは内容良かったと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとプロご覧になっていかがでしたか？いや、もうそうですね、もうこの2人は自分の調子がいいところでちゃんと前に出て、はい、形を決めての両面ターツやドラ切りの外し方を結構見せていくところが多かったかなと思うんですけれども、まあもう結構特に森下さんとかもう両面ターツ落としとかドイツ落としとかもう見られて、もうみんな受けてくれよって感じで素直に前に出れてたんで、うん、まあすごい気持ちよかっただろうなと思いました。はい、ありがとうございます。では本日ここまでの結果をご覧ください。あ、成績表出るでしょうか。今スタッフが柵の方に乗りってるんで、はい、変えてくれる人がいないという。じゃあちょっと私変えてきますね。おっと。この放置プレイ。そうですね。まあでもほぼほぼ今日2人が先に先行してテンパって。そうですね。変わりましたね。あ、出ましたね。首位に立ちましたね。首位と3位。そうですね。まあ僕だけ4回打ってるんです。まだ先が長いんだね。あと半年ぐらいあるんで。そうですね。ただ気持ちいいですよね。まあそうですね。はい。進行がいないと。大変失礼いたしました。先ほどご覧いただいた結果、本日の結果となりました。森下プロがトップ2着、そして本野プロが2着トップという結果となりました。まだサードシーズンがまだ1回目ということになりますが、今野プロから今後の意気込みをお願いいたします。はい、そうですね。まだファーストセカンドとマイナスで終わってるんで、まあ今回はプラスで終われればと。で、ね、調子良ければもっと上を見てね、はい、頑張ります。はい、はい、はい、ありがとうございます。ここで成績一旦出ますね。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。森下プロが今日で4回戦を終えて首位に立ちました。140.6 ポイント、トータルポイントとなります。そして今野プロですね。こちら2着トップの成績で現状12名参加中、第3位につけています。あれ、はい、なんで0回の会長だけ乗ったんですか？まあプラスマイナスゼロの目安というところでしょうか。はい、引き続いては森下プロ、またちょっと今後の参戦の予定などもう決まってますか？僕は次回は12月ですね。はい、となると、はい、まあちょっと参戦次回先にはなってしまいますが、はい、これからのフォーカス M への意気込みよろしくお願いいたします。そうですね。まあ今調子良かったんで、まあせっかく東京来てるんでね、いい成績取れるように頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。次回のフォーカス M サードシーズンの放送日のお知らせもご一緒にさせていただきます。10月14日月曜日、7回戦、8回戦の模様をお届けいたします。選手は佐々木久人、石川遼、藤島健次郎、そして斎藤剛の4名になります。なんか祝日っていうメンツですね。平日祝日と月曜日祝日といったメンツになりますか。で、解説は友竹正春、そして実況は鳥谷幸典が務めますので、そちらも皆様お楽しみにご覧ください。この後は女流王冠 A リーグ6節 C 卓は二階堂亜希、竹石絵理、中山七海、そして稲岡美香の4名により藤島健次郎の解説、そして小笠原奈緒の実況によってお届けしますので、皆様そちらもお楽しみにご覧ください。それでは対局者のお二人、そして解説の一ついさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは本日はこの辺りで失礼いたします。皆様、次回もぜひご覧ください。さようなら。